一般入試だったらまだ努力で覆せる可能性があるんですよ、うん、栄養入試ですってなったら海外でこんな経験しましたとかインドでボランティアしましたら勝てるわけないんですよ。お金持ちの子供たちを取ってじゃあその人たちが就職しようってなった時に親が大企業だとやっぱり就職しやすいんですよ、うん、なので普通に考えたら親が金持ちな生徒をバンバン取っていった方がいいよねっていう当然合理的な結果なんですよ、うん、でもそのままでいいのっていう僕ロマンの問題だと思うんですよ。貧乏人でもワンチャンなんとかなる道残した方がいいんじゃないの、うん。